チーラが海どっか行ったわ。あいつ人間やな。イニシャに会話したらどっか逃げに行ったわ。じゃあ始めるか。ゾムさんそこはあかんでしょ。なんか声聞こえたからちょっと移動しておこうか。バレると嫌やからね。あ、これ来たか。お、俺おるで。お、ブツロさんどこや。出てきてやるよ。あおー、ええとこあんじゃねえか。ここ試合部長、鬼とかやめてくださいよ。いや、ちゃうよ。降りられへん。あ、降りれた。降りられるよ。ええとこあるやん。うん、ここで隠れとって。そういうことでな。部長さて、どうした、ゾブ。ええ、どこだ。お前から私の姿を見ることはできない。私もお前の姿を見ることはできない。なに。あ、上にいいんじゃねえか。いますね。あー、案外じゃあ皆さん近いですね。ロボロもなんか近かったんで。トッピ君とかどこ行ったんや。あいつ一級鬼候補やからな。前回に引き続きしっかりと引いていくのか。あるね。ちょっとうろちょろしてくるわ。はい、行ってらっしゃい。え、あそこおるやん、ショッピング。え、おっ、うん、ゾムとトントン見えるけど、鬼じゃないよね。多分どうしたそんな固まった。じゃあ、いや、え、っていうか、俺に近づいていいんですか。いや、逆に聞きたいわ、もうむしろ逆に聞きたいわ。いや、お前そうや、鬼なんか。これが見てもらうんかね。俺なんか、俺この展開見たことあるぞ。俺もあんねん、これ。あれ今回心配になるよな。え、あの、ごめん、一回それちょっと手渡してたんだけど。いや、あの透明川田さんにはちょっと。いやちゃんと返すやって返す。返してや、これ透明。返す。どうですか、トントさん。あれ、あ、なるほどな。なるほどな。トントさん。いやでも、どうだったんだろう。いや、正直に言うけど、あの、鬼用のアイテムじゃなかったよ。あ、マジ。あ、じゃあ安全よ。鬼用のアイテムではなかったよ。でも、トント、俺ちょっと今考えてたよ。コマンド、何入れたかなって、透明川のポーション。おぉ、人間側に飛び込むしはそもそも入れてたっけ。あ、いや、人間用は入ってない。え、人間用。ゾムさん、ちょっと感が鋭すぎましたね。あ、あれ、あいつ逃げてった。チーラ逃げた。そもそも俺、そもそもこのポーション、あの、透明化じゃないのに、そういうのは言ってなかったの。これ、チョンリマなんすよ。あ、なるほど。チーラが意味どっか行ってたわ。あいつ人間やな。イニシャに会話したらどっか逃げに行ったわ。まあでも鬼になった場合、あれ、なんか今カチカチ音聞こえなかった？誰かお前無言で歩いてんだろ。喋れよ。でもこれ鬼黙ってたら強いよな、やっぱ。あれ、この島怪しくね。あれロボロ、
あいつ怪しくない？お前喋れよって言ってたな今。うん、お前黙ってカチカチやってたのお前やろ。いや、それは違うで。え？ここら辺でさっき聞こえたよ。カチカチ聞こえて、俺もカチカチ聞こえて、ちょっと見に来たよ、誰かおるのかなって。ほんまかお前。絶対今にはこの姉妹と思うんやけどな。違うんかな。さっき小島さんが近くをちょろっと通ってたの見てんけど。あー、でもさ、大体でも歩き回ってるやつが大体鬼なんやな、この家。あー、シンバ、シンバおったわ、シンバって考えたら、小島さんめっちゃ怪しいな、動いてんねん。シンバ、まあまあ怪しくさ。めっちゃ怪しいな。あれ、あ、チームが小島さんの方にいた。あ、あれ、死ぬんちゃう、大丈夫。あの距離は聞こえるやろ。あ、入ってる。あ、腹が。この声はチーノの声聞こえたけど、まあいいだろう。え？ああ、いたいた。小島さん、鬼はショッピです。なんて？鬼はショッピです。そうなん？はい、そうなん。バチコリ見ました。僕はショッピがゾノさんをぶっ殺すところ。ほんまか？え？鬼はショッピです。バチコリマサ、僕はショッピがゾンさんをぶっ殺すところ。ほんまか？え？どういうこと今の？え？チーノのあの嘘何やった？どこ行ったんや？カジマの方に行ってた。やばい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 。ショッピ鬼なんすけど、は。あれ？なんかやらい声聞こえたけど、まあええわ。おお、お前ら、なんすか、え、なんすか、なんすか、おお、お前ら、なんすか、え、めっちゃいいでしょ。お前ら、えらかさ、あー、シンバやー、シンバがさ、シンバがなんか、お前ら、おい、ザコがよ、あ、これ島さんが鬼だ、シンバの鬼よ、みんな、うわ、すごい小声で誰か聞こえる。誰か小声で喋ってるけど。え？あれ？いやー、ロボロ、緊張感あるな。ここで黙っとんか、お前。ちなみにこれチーノが言っとったんやけど、ショッピが鬼やっつってたで。なんかゾム殺してたの見たっつってたよ。さあ、信用するわけがないぞと。お前ちょっと臭すぎるぞと。あいつ平気で嘘言う。はい、あっち。もうこれ誰も来られ、来られへんよ。いや、これ勝ったでしょ、もう。今の技術じゃ絶対ここまで来られへんよ。あ、いや、メイク来てるな、あれ。一番鬼ですよ。あ、してました、もうショッピやられました。あ、ショッピやられたんですね。なるほど。チーン。いや、お、いいね、やっぱり情報がどんどん。あ、これ島くん、これ島くん、あ、そこじゃないの？そこじゃないよ、僕エミルの顔面のところにいるよ。え、絶対嘘じゃん。え、もうもはやお前、まとまりにいるんちゃうかってレベルで。いやいや、そんなことないですよ、これさ。あ、いたわ。あ、どうもどうもどうも。あ、どうも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 。何してんすか、ゾムさん。君、それ、もしかして。どうしたんすか？それ、ジャンプするポーションって、それ。うわ、こいつ！そう。え？あー、やばい、死ぬ死ぬ。あ、待って、トントン、待ってよ。はっ、あ、見失った、クソ。やるな、停電使われたな。うまいぞ。おえやん。屋根伝いは多分賢そうやな。屋根伝いに行って、
でも鬼もなーワープできるようになるからな最後。意外と外側から行った方が正しいんだろうか。これこっから奥ってどうやって、ちょっとなんか下手に、ロボロお前えらいちっちゃい声しゃべったな。どこだ。おロボロ光るポーション投げた。さあロボロ光ったかじゃねえって。あー逃げるの優先してもよかったかもね今のは。難しい。おえ光ってる。ああれシンバか。あナイスファインプレイ、ナイスファインプレイ。おいおいおい、この情報はでけえぜ。あとトントンか。いやでもちょっと光ってもうたからな、これもうトントンからそこ、ま、もろバレやからな。なんかあれやな、喋る悩みもなくなってきたし歌でも歌うか。テルルルテ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 ルテ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 こっからがええとこやのに。あんなこといいいいな、やるんかい。ちょっと、うわきついかな、さっきの位置。バレるやろな、これ。くそー、でもあのフェードのタイミングで逃したのは痛いな。あそこでバシッとやってればロボロで終わってたんやけどな。なんかいいことないかな。問題はすごいよこれ、これ今すごいよ。これでしょ、これでしょ、これでしょ。ああ、あと何になってるかっていうのを今確認してんのね。では、あと6。さあ、気づかなかったね。やっぱすごいね、ここの位置。さあ、惜しくも逃したよ。あ、トントの声聞こえた。聞こえた？聞こえた。トントン、お前この辺におんか。いや、ここにおらんの。おらんか。おらんおらん。おらんか。そうか、おるわけないか。せやんな。おるわけないか。ん？あれ？あ、そこにおったんか。なるほど。そバイバイシンボ。いやー今カレーやったな。今のカレーやったな。バイバイシンボ。まんまとお前見えへんところに。はまったな。え、どこに、どうなった最後あれ。ほら。おるわけないやん。さあ0秒。さあ。おるわけないやん、そんな。スーッと移動して。じゃあ、シンボバイバイ。バイバイシンボ。さよなら。おしまさん、はい、開幕5秒で殺すのマジやめてもらっていいですか。そんな早かった。いや、そんな、そのスタート始まる殺した。いや、スタート始まる前に大先生がなんかおるやろ、喋れって言うから、うん、俺おったから喋って、通路の奥で逃げ場ないところになって斧出してぶっ殺したの。そう、人目のつかへん、うん、地下に連れ込まれて俺そこで即死。そう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 、あのここやったら誰も見えてへんし声も聞こえへんやろ思ってそこでやったの。いや、それはね、うつ先生が悪いよ。それも、まあ、大先生も非があるよ。うつ先生が悪いよ、それは。でも、まあ確かにそれは俺も思ったから、シンマが探してる時歌ってるドラえもん一緒に歌ったから俺。あ、令和のベートーベンがまた聞きました。